よ。やるときうるさそう。すごい自分の状態説明してきそう。戦闘中もどのくらいヤバいかセルフ実況してるしな。カナオの無口さも相まってずっと一人で喋ってそう。あんな寸止め、俺は長男だから我慢できたけど。どうでもいいけど、カナオの寸止めはめっちゃギリを攻めてそう。意外と前逸は静かそう。そうか？行く瞬間とか直前めっちゃ叫んでそう。前逸は神速だけど、8連でカバーしてる。イノスケは雑そうよな。ずっと同じタイヤってそう。